はい、どうもしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日は、こちら、よっちゃんのアカウントでの、リプレイ解説ですね。使ったデッキは、はい、こちらフェニックス型の、まあ、出すだけデッキになります。じゃあ早速やっていきたいと思います。最後の相手は、確か、ラットさんが、動画上げてた、ラバーバルデッキの、まあ、フリーズバージョンなんですけど、まあ、そのデッキと対戦することになります。まあ、まずは、はい、ペッカ工場ですね。まあ、自分の場合、はい、もうこの3枚で、あ、ペッカ工場かなっていうのは、もう大体、はい、もう予想してました。まあ、大事なのは、やっぱり11交換することですね。やっぱり、せめて、やっぱり11交換しないと、なんていうでしょう、こっちからやっぱりこう後ろから形組んで、そこから肩出しエリゴレがまあできないので、結構肩出しエリゴレっていうのはもう本当にすごい理不尽なまあ攻めになっちゃうので、まあその状況になれればいいなという感じですね。基本的にはまあどのデッキに対しても11交換はまあ必須ですね。まあただラバーバル、まあ先ほど動画で、まあ、この動画で言ったんですけど、ラットさんが使ってるラバーバルーンの、フリーズデッキに関しては、まあ、相手はフリーズ持ってるので、まあ、正直あんま11にしても、まあ、相手もラバーデッキなので、まあ、あんま意味ない感じなんですけど、他のデッキとかだったら、ま、全然 OK です。まあ、大型とかだったらあんまり11にしても意味ないのかなといった感じですね。自分の見解としては。まあ、ただこういったまあペッカ工場あたりだったら全然11の展開になった方がまあ無難に勝ちやすいのかなといった感じですね。もうこれでだいぶ有利な状況になったので、まあとはやらかさない限りまあ勝てます。まあそうですね、11の状態になってもあんまり変わらないのは、まあ、自分の、まあ、見解なんですけど、まあ、ラバーバルデッキ、まあ、ラバデッキ、まあ、ゴレデッキとか、まあ、クローンとかですね、まあ、そういったデッキに関しては、まあ、あんまり11にしても、まあ、意味ない、むしろちょっと不利になるかもしれないですね。まあそうですね、もう本当にこれ理不尽にもうタワー削れちゃって、まあこっちもまあこれでまさか折れるなんて思ってなかったので、まあこの勝ちはびっくりですね。まあただ状況的にはもうかなり有利なので、まあ相手としてはまあどう頑張ってもまあ無理なのかなといった感じですね。次はボーラーフリーズですね。まあボーラーバルーンなんですけど、まあこれも基本的に相性は良くないです。まあ、ただ今回自分はインドラじゃなくて、フェニックスを入れてるので、まあ、ライドラの処理は比較的しやすいのかなといった感じです。で、これでちょっと、はい、ボーラー出てきちゃったので、まあ、これはちょっと残念でしたね。もうこうなると、もう、エリゴレとヒーラーはもうかなり、もうおやつにされます。まあ、これ、ボーラー切って、はい、相手が出してくれて、それでヒースピがまあ運よく当たったので、まあ、このボーラーの処理はかなり大きかったですね。
まあ、しかもそのボーラーの攻撃が1体のエリートバーバリアンにしか当たってなかったので、まあ、そこの運の良さもまあ響いたのかなといった感じになります。まあ、何回も言うんで、あの動画でもいろんな動画でも言ってるんですけど、もう相手があのめちゃくちゃ上手かったら通らないです。基本的にはもうあの通らずにボコボコにされて終わってしまうといった感じですね。もうこうなると、まあ、自分の頭の中ではもうちょっとさすがに11になっても、まあ、結構どれだけ頑張ってもフリーズで止められてしまう恐れがあるので、まあ、1-0で逃げ切りたいなというのが、まあ、自分の中の考えです。まあ、ただもうこれは結構、まあ、そうですね、まあ、なかなか、まあ、相手がめちゃくちゃ上手くない限りは、まあ、守れるんですけど、まあ、そうじゃなかったらもうこのように、はい、捨ててもらっても大丈夫です。まあ、やっぱり判断を早くしないとなかなかエリゴレデッキは、まあ、使えないですね。もう捨てると思ったらもう、もう一瞬でその判断を早く捨てないと、やっぱり今そのさっきまで勝ってたのが、まあ、負けにつながってしまうという恐れがあるので、もうこれと止まらないなと思ったらもう速攻捨てる、もうこれが重要ですね。まあ、本音はやっぱり 1-0 で逃げ切りたいんですけど、やっぱり相手もなかなかそういうことをやっぱ察してくれないので、まあ難しいといった感じですね。まあ、だからこそもう捨てると思ったらもう捨てて、それでも攻めに転じた方がいいです。最後のこのデッキなんですけど、確かラットさんが、最近の動画で上げてた、ラババルデッキですね。まあ、今回フリーズが入ってるんですごい驚きなんですけど、まあそうですね、結構、まあ、自分のやってみた感想としては、まあ、相手があんまり強くないイメージでしたね。なんて言うでしょう、こうインドラ使っても無駄なのにインドラ出してきたりとか、結構まあ無駄が多いイメージでしたね。もうインドラも正直エリゴレデッキ相手だともう腐ってしまうので、もう腐る以上はまあ どれだけ位置工夫してもあんまり意味ないのかなといった感じですね。ちょっとこれは、はい、2倍タイムまで飛ばしていきたいと思います。真っ向勝負して勝てるっていうのはなかなか、そうですね、もう相手がやらかさない限り無理ですね。基本的にエリゴレデッキは相手が攻めてきた逆サイドを、攻めて、でそれでまあ無視することでタワーを折るんですけど、まあ、今回に限っては、まあ、相手の延命のレベルが、まあ、そこまで、まあ、高くないイメージでしたね。そうですね、自分からしたらここでフリーズ打ったところで何の意味があるんだろうっていう感じだったんですけど、もう意味ないところでフリーズ打っても正直しょうがないです。まあ、このように相手の、タワーの陣地に、まあ、フリーズ打つ分には全然いいです。ただそうじゃないのにフリーズ打ってしまうのはちょっとまあナンセンスですね。まあそれはやっぱり通っちゃうよねといった感じになります。まあこれがやっぱりもう何回も言うんですけど、相手が本物のラットさんだったら、まあさすがにそういうわけにはいかないので、まあただただもう相手が下手だったといった感じですね。やっぱりフリーズ打つところを間違えちゃうと、もうただただ4コストをゴミ箱に捨ててるのともう同じなので、まあそこはすごいもったいなかったですね。はい、今日の動画は以上になります。そうですね、また、リプレイ解説上げていきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。